今回はいなべ子ども活動支援センターをご紹介します。設立のきっかけは2001年に翌年学校5日制が始まるっていうことで、子どもたちの土日の居場所づくりをっていうことで、当時はいなべ町の教育委員会が受けて始まりました。その翌年からは市民活動としてやっているんですけれども、今はレギュラースクール、それからオープンスクールっていうことで、レギュラースクールの方は年間を通じての教室っていうことで、月1回ないし2回の教室を1年間ずっと続けてやっております。でオープンスクールは春夏秋冬時期に応じたさまざまな教室をやっているんですけれども、秋のオープンスクールもたくさんの方に参加していただきたいなと思いますので、ホームページの方もご覧になっていただきたいのと、この事務局に問い合わせていただければ楽しい教室を用意しておりますので、ぜひご参加ください。子どもたちだけでなく、スタッフの皆さんも生き生きと楽しく活動しています。うちは今事務局長が1人と、それから事務局員2人で、3人がほとんどここの運営をやっています。サポートボランティアも入れまして、60人近くの大人たちが関わってくれています。それに関わる大人たちも一緒に生き生きと活動しとってくださることがすごく嬉しいんですけれども、それに加えて自主運営っていうかな、自分たちが動くことでいろんな社会が変わっていくっていうことの気づきの場にもなったらいいなと思っています。まちづくりの生き生きも支えられるような場所になることが一番の目標かなとは思っています。お手伝いをしたいって、どんなことでも何かやりたいんだって思われる方がありましたら、ボランティアも募集しておりますので、随時こちらへお立ち寄りいただければいいかなと思いますので、遠慮なくどうぞ事務所のドアを開けてお入りください。待ってます。